ダグラス・エヌ・デービスはアメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。1993年にロサンゼルス・ドジャースからドラフト31巡目で指名されたが契約せず大学へ進学。1996年にドラフト10巡目でテキサス・レンジャーズへ入団。1999年8月9日。 メジャーデビューを果たし、2試合に登板し、防御率33.75でメジャー1年目を終えた。翌2000年、7勝6敗を記録し、2001年には11勝10敗を記録した。2003年は3球団に所属した。4月30日にトロントブルージェイズへ。7月14日にミルウォーキーブルワーズへと移籍した。ブルワーズ移籍後は、 カットファストボールのコントロールが蘇り、140キロ前後の速球を恐れずにインコースにつくようになった。2004年はチームメイトのベンシーツともにリーグ3位体となる24回クオリティスタートを記録したが、打線の援護に恵まれず12勝に終わった。2005年はリーグ最多35試合に先発し、208奪三振を記録し、 自身初の200奪三振を達成した。2006年には開幕投手を務めたが、102支給と100の大台を上回り、カルロス・ザンブラーノに次ぐリーグワースト2位。シーズン終了後の11月25日に、ジョニー・エストラーダラとのトレードにより、アリゾナダイヤモンドバックスに移籍し、3年総額2200万ドルの契約を結んだ。移籍1年目の2007年、 AS のブランドンウェブに次ぐ13勝を記録し、チームを地区優勝に導いた。2008年は、開幕前に、工場戦にガンが発覚。4月3日と4月8日の2試合に投板し、4月10日に、ガン細胞摘質手術を受けた。その後ガンの転移もなく、5月10日には 3A で、投板し、5月23日にメジャーに復帰投板。球団とデイビスは、ガンと戦う。 子供たちのために基金を設置した。2009年は、リーグ最多の34試合に先発し3年ぶりの200イニングに到達したが、リーグ最多の103支球とご失策を記録。8月には、ウェーバー工事を経て、ミルウォーキーブルワーズに指名されたが、移籍を拒否した。2010年1月22日に、ミルウォーキーブルワーズと1年契約を結ぶ。 しかし肘の炎症による手術で8試合の先発登板に終わった。2011年4月12日にシカゴカブスとマイナー契約を結ぶ。5月14日にメジャーに昇格したが、9先発で1勝7敗、防御率6.50、ホイップ1.86に終わり、6月29日に自由契約となった。7月15日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、 9月9日に自由契約となった。ありがとうございます。